片江自動車営業所所属車両。片江自動車営業所は、西日本鉄道のバス営業所の一つで、主に、福岡市都心部と、城南区を結ぶ路線を担当する。営業所表記は、丸編。ヘ九1968年4月8日開設。福岡県福岡市城南区片江2丁目9番48号。吉塚、県庁、博多駅、天神と福岡大学地区、片江。 ひばるえを結ぶ路線。ひばら営業所、片え営業所間は、朝夕のみの運行である。主に、天神、博多駅、県庁と、中央区西部、城南区東部を結ぶ路線で明治通り経由。主に、天神、博多駅と、中央区西部、城南区東部を結ぶ路線で、国体道路経由。城南区西部の副大病院、茶山地区と天神。 博多駅などの市中心部を結ぶ路線。大木町発着の便は平日朝のみの運行であり、全便金山団地経由である、福岡大学、城南区東部と博多駅を、東、七熊、東目ぐる橋、六本松、城南線、役員駅経由で結ぶ路線。朝夕のみの運行で、柏原営業所が担当する59番とともに54から1番の、 送り込みとして運行されている2012年4月30日までの使用車両700番行先表示行き先番号の上に外観と表示されており、現在の外観一番にも同様の表示形態が取られている福岡大学病院と大橋駅を福岡外観上道路経由で結ぶ路線。2011年1月29日に福岡市や西鉄九州地方整備局 九州運輸局、沿道の病院関係者が参画する福岡外環状道路の利用増進に向けた交通体系の方策検討会を実施主体とし2011年3月末までの社会実験として急行700番系統として運行開始。社会実験としての運行は実施期間を延長し同年4月24日まで運行され終了したが 2011年10月3日に、西鉄が、同年10月31日から2012年10月30日までの期間で、ルート、停車計流所、運行本数を変更し、運賃を値下げした上で、試行運行として、再度700番の運行を開始し、10月31日以降は、本格運行に移行している。2012年から翌年4月30日まで、使用車両には、 沿線の日原桜をイメージしたラッピングが施されていた。また、2012年10月9日から翌年3月31日まで、福岡市と合同でヒアリングループの実証実験を行い、以後主に道路線に使用される車両へ採用されている。2015年3月改正で、行き先番号が運行ルートがイメージしやすい、外観一番に改められたほか、通勤、 通学時間帯に下り便の快速系統、エコルライナーが1便新設された。64未以前は12番の一部だった。2008年3月15日をもって、土曜夜1便を残し沢原営業所へ移管されるが、後に廃止されている。現在は博多駅発着のみ運行している。ありがとうございます。